こんにちは、山線の堀部です。今日は IC ベルリンの、こちらの、ね、シルクコレクションというのがあるんですね。この繊細なこのテンプルのですね、ヒンジの部分のシステム、こちらの、分解と、ね、組み立てをご紹介したいと思います。シルクコレクションのヒンジシステムの、ね、分解をしてみたいと思います。まずこちらのテンプルをですね、前方に押し出します。そうするとですね、こちらが外れました。ここちょっとね、浮かす感じで、テンプルを、ね、後ろに引っ張ります。そうするともう、分解がもうほとんどできちゃってる状態ですね。そして、このピンをですね、こうやって、こう外せば、分解完了ですね。で、組み立ての場合はですね、逆の手順ですね。このピンをですね、こうやって入れてここに引っ掛けます。そしてこんな状態ですね。で、こちらのピンのですね、後ろの部分のこの爪に注目してください。そして、このテンプルのですね、このスリットの後ろ、耳の方の部分にこの、爪の部分を入れます。入りましたね。そして前の部分を合わせて、こんな感じで、そして今度は引っ張ります。そうすると組み立てが完了しました。簡単ですね。いかがでしょうか。この3つの、ね、部品を組み合わせるだけで、スクリューレス、ネジを1本も使わずに、この複雑なシステムを作り上げています。素晴らしいアイデアだと思います。 IC ベルリンのこの、素晴らしい先進的な、ね、アイデアをですね、皆さんに体験していただきたいと思います。ぜひ山線で、こちらの、ね、シルクコレクション試してみてください。お待ちしてます。メガネの話題やサングラスの話題、そして自分の好きなことや趣味なんかを動画にしてアップしてます。ぜひチャンネル登録お願いします。そしてこの動画を気に入っていただいたら、いいねもよろしくお願いいたします。楽しみにお待ちしてます。ではまた。